東京都の豊洲市場は明日午前0時に正式にオープンします。業者らは急ピッチで開店準備を進めています。こちらのお店では魚を並べるショーケースに氷を入れるなどして明日のオープンに向けた準備を進めています。築地市場が6日で営業を終了して明日の午前0時に豊洲市場がオープンします。仲卸業者らは新たな市場での営業に向けて急ピッチで最後の準備をしています。まだちょっと最終調整しないといけないんですけど、内心大変だろうけど楽しんでやりたいと思います。仕入れは開場した後からのため、業者が実際に商品を扱うのは明日ぶっつけ本番です。一方、築地市場は明日から解体工事が始まります。